アユは、急流をめに分類される、川や海などを回遊する魚である。清流の女王とも呼ばれている。なお、漢字の、アユは、中国ではナマズを指し、アユという意味は日本での国訓である。アユカプレカグロッサデイとされたこともあったが、ネルソンは、急流丘の下に、一重型のアユアカプレカグロッサニーを置く分類を、提唱した。ミトコンドリア遺伝子に対する分子系統解析では、 九流丘で最も早く分岐した種であることが示されている。神宮皇后が白木政党の前に釣り占いを行い、鮎が釣れ、勝利を確信したという古辞を描いたもの、月岡義都筆。日本初期では、細うろ魚と記された漢字表記としては、孔魚、人魚、銀口魚、桂岩師、細うろこ魚、クズ魚、魚など様々な漢字表記がある。 また、アイ、アー、あ、白よう、朝鮮場や、アイナゴ、ハイカラ、ヒウオなど地方名、成長段階による呼び分け等によって様々な別名や地方名がある。アユの語源は、秋の産卵期に川を下ることから、アユルに由来するとの説や神前に備える食物で、あるというところから、京に由来するとの説など諸説ある。現在の、アユの字られている由来は、諸説あり。 神宮皇后が鮎を釣って、戦いの勝敗を占ったとする説、鮎が一定の縄張りを独占するところから付けられた、字であるというものなど諸説ある。鮎という意味での漢字の鮎は、奈良時代頃から使われていたが、当時の鮎はナマズを指しており、危機を含めほとんどが鮎を鮎と表記している。中国で漢字の、鮎は古代日本と、同様ナマズを指しており、中国語で、鮎は、 公魚が標準名とされている。地方名では山東省で秋魚、海原魚、福建省南部では慶ン、台湾では魚、国生魚とも呼ばれる。俳句の季語として、鮎、鵜飼は共に夏を表すが、春には若鮎、秋は落ち鮎、冬の季語はヒウオと四季折々の季語に使用されている。生魚の全長は30センチメートルに達するが、 地域差や個体差があり、10センチメートルほどで、生成熟する者も,もいる。若菜は、全身が海緑色で、背びれが黒、胸びれの後方に大きな黄色の楕円形斑が、一つある。秋に、生成熟すると大色と黒の婚姻色が、発現する。体型や油びれを持つなどの特徴が、酒かに類似する。口は大きく目の下まで裂けるが、唇は柔らかい。 葉は丸く、串のような構造である。北海道、朝鮮半島から、ベトナム北部まで、東アジア一帯に分布し、日本がその中心である。石についた藻類を食べるという習性から、そのような環境のある河川に生息し、長大な下流域を持つ大陸の大河川よりも、日本の川に適応した魚である。手塩川が、日本の分布北限。遺伝的に、 日本産海産アユは南北二つの群に分けられる。中国では河川環境の悪化でその数は減少しているが、2004年に長江下流域でも稚魚が発見された報告があるなど、現在も王緑をはじめ東部の各地に生息している。また中国では石膏省などで放流や養殖実験が行われている。台湾でも 中部の濁水系以北で生息していたが、現在は、絶滅が危惧されている。プレカグロッサスワルティブリスアルティブリス。アイオ、アシュ、PA アルティブリスとすることもある。オアユ、ビワコのコアユに対し、両側回遊する通常の個体群を、オアユと呼ぶ。コアユ、ビワコさんコアユビワコに生息するアユは、オアユと遺伝的に異なる。ただし、正式なアシュとしては分類されていない。 アイソザイム分析の結果、日本本土産の海産アユからの別離は10万年前と推定されている。生態的にも特殊で、コチギ魚器に海には下らず、ビワコを海の代わりとして利用している。ビワコの流入河川へ遡上し、他地域のアユのように大きく成長するものと、湖内にとどまり大きく成長しないものが存在する。従来、大アユと小アユの 両者間での遺伝的な差はないとされていたが、亜種として隔離の兆候が出ているとする研究結果もある。河川に遡上しないコアユは餌としてミジンコ類を主に捕食する。同じビワ湖に生息するビワマスでは海水体制が発達せず公海後に死滅することが報告されているが、コアユにおいても海水体制が失われている可能性が示唆されている。また、 海産アユとの交雑個体も公開後に死滅していることが示唆されている。産卵数は海産アユより多く、他地域のアユと比べ縄張り意識が強いとされている。そのため友釣りには好都合で、全国各地の河川に放流されてきたが、ビワッコ産種病の子アユあるいは、後輩稚魚は海に下っても翌年遡上しないことが強く示唆されており、 天然海産アユとの交配によりこの海水体制が失われ死滅することによる主現現象が懸念されている。滋賀県ではコアユヌカンドニが作られている。P. アルティブリス・クアンシス・ニシダ。1988. 絶滅危惧アイエールイ絶滅危惧種。プレカグロッサス・ワルティブリス・チャニエンスス。中国産アシュは、ァワンへ通る。2005により、新アシュとして記載された。 大韓民国から中華人民共和国、ベトナム国境地帯にかけての海岸に生息する。朝鮮半島産は予備的な研究により日本産と遺伝的に優位の差があるとの報告がされている。川を登るアユ。玉川調布関にて、アユの生魚は川で生活し、川で産卵するが生活死の3分の1程度を占めるこち魚器には海で生活する。このような海遊は 両側下流と呼ばれる。ただし、川口域の環境によっては、川口域にも小地魚の生育場が形成される場合も、ある。親のアユは遡上した河川を流下し河川の下流域に、降り散卵を行う。最高水温が、摂氏20度を下回る頃に始まり、最高水温が、摂氏16度を下回る頃に終了する。流径1ミリメートル程度の沈静粘着卵を、 夜間に散乱する。散乱に適した川床は、粒の小さな砂利室で泥の堆積のない水同士のよく砂利が動く場所が必要である。つまり、砂利室であってもヒナ長川飛びケラの幼虫などにより、川床が固められた場所では散乱できない。散乱様式は、1対1ではなく必ず2個体以上のオスとの散乱縫製が行われる。また、 資源保護を目的として、付着藻類を取り除く、川床を掘り起こし水同士を良くするなどの川床を、産卵に適する環境に整備する活動が各地で行われている。水温摂取15度から摂取20度で2週間ほど、すると孵化する。孵化した飼魚は白魚のように透明で、心臓や浮き袋などが透けて見える。孵化後の飼魚は、全長約6ミリメートルで卵黄のを持つ。 稚魚は数日のうちに海あるいは川口域に流化し春の素上に備える。海水耐性を備えているが、海水の塩分濃度の低い場所を選ぶため、川口から 4km を超えない範囲を回遊する。餌は、貝や種類などのプランクトンを捕食して成長する。稚魚期に必要な海底の形質は、砂利や砂で、海底が泥の場所では生育しない。 全長約10ミリメートル程度から砂浜海岸や川口域の朝所に集まるが、この頃からすでにスイカやキュウリに似た香りがある。この独特の香りは、アユの体内の不飽和脂肪酸が酵素によって分解された時の匂いであり、アユ体内の脂肪酸は餌飼料の影響を受けることから育ち方によって香りが異なることになる。香り成分は主に、6のなじえがあるであり、 二のネナール三、六のナじエマイナス一オールも関与している。稚魚期にはプランクトンや小型水生昆虫、落下昆虫を捕食する。アユのハミアと体長59から6 3トルになると、鱗が全身に形成され、稚魚は翌年4月から5月頃に5から1 0トル程度になり、皮を遡上するが、この頃から体に色がつき、 さらに葉の形が岩の上の藻類を食べるのに適した櫛のような形に変化する。川の上流から中流域にたどり着いた養魚は水生昆虫なども食べるが、石に付着する卵藻類及び軽藻類を主食とするようになる。鮎が岩石表面の藻類をこそげ取ると岩の上に防水系の独特の食べ根が残り、これを特には、ミヤトという。 アユを川辺から観察すると、藻類を食べるために、しばしば岩石に頭をこすりつけるような動作を行うので他の魚と区別できる。多くの若菜は群れを作るが、特に体が大きくなった何割かの若菜は、餌の藻類が多い場所を独占して、縄張りを作るようになる。一般には縄張りを持つようになったアユは、黄色みを帯びることで知られている。 特にヒレの縁や胸にできる黄色斑は縄張りを持つアユのシンボルとされている。アユの視覚は黄色を強く認識し、それによって各個体の争いを回避していると考えられている。縄張りは一部のアユにつき約1メートル四方ほどで、この縄張り内に入った他の個体には体当たりなどの激しい攻撃を加える。この性質を利用して鮎をかけるのが友釣りで、 釣り人たちが10メートル近い釣竿を静かに構えて、鮎を釣る姿は、日本の夏の風物詩になっている。夏頃、若菜では、海緑色だった大色が、秋に生成熟すると、サビアユと呼ばれる大と黒の独特の婚姻色へ変化する。生魚は産卵のため下流域への硬貨を開始するが、この行動を示すものを指して、落ちアユという呼称もある。 産卵を終えたアユは1年間の短い一生を終えるが、広島県大田川、静岡県、柿田川などの一部の河川やダムの上流部では、生き延びて越冬する個体もいる。大田川での調査結果からは、越年アユは全てメスである。また、再生熟しての産卵は行われないと考えられている。アユの干渉漁業としての飼育自体は稀であるが、小アユであれば可能である。 また、素状型のアユを、チアユの時期より育てれば可能である。高水温に弱いため夏場の温度管理が重要である。食性は主に植物性であるが、小アユの場合は、動物性がより強いので、稀に、動物プランクトンも食べる。また、干渉魚として、水槽内で飼育した場合は成熟までに至らない、ケースが多いため、1年から3年は生きる。 様々なアユ料理士を焼き、生きづくりせごしフライ感動に日本では、代表的な川釣りの対象魚であり、重要な食用魚でもある。地方公共団体を象徴する魚として指定する、自治体も多い。地魚気を公開し過ごすアユは、琵琶湖産考アユと区別するため、海産アユとも呼ばれる。群馬県、岐阜県、奈良県では、県魚に指定されている。特に天然アを中心に、 出回る時期が限られていることから、初夏の代表的な味覚とされている。日本各地のアユの胃の内容物に関する調査の結果、濁りが多い川のアユは胃に泥を多く持ち、食味にも泥臭さが出る。この場合、腹綿を除去することで、泥臭さを避けることもできる。一方、泥が少ない川では胃にも泥が含まれず、食味も大幅に改善する。同じ川でも、素状量が多く、 川底が鮎によって掃除されたような年には風味も良くなる。日本では一般に魚は刺身で食するのが最良とされているが、鮎については例外的に塩焼きが最良とされている。一般に初夏のものは鮎の独特の好期を味わい、晩夏のものは腹子を味わうとされている。焼き物、揚げ物鮎は初夏から夏の季節を代表する食材として知られ、 清涼感をもたらす食材である。特に初夏の若鮎が美味とされ、若鮎の塩焼きや天ぷらは珍重される。鮎はタデスで食べるのが一般的だが、他にもタデ味噌を添える場合もある。塩焼きにした後に残った骨はさらに炙り、厚感の日本酒を注ぐ骨酒とすることができる。生殖刺身や洗いなどの生殖が行われることがある。鮎は、 横川宮中という寄生虫の中間宿主であり、食品安全委員会はこの観点から生食は進められないとしている。刺身にするには、旬の鮎を冷水で身を締め、洗いや背ごしにする。特に背ごしは、骨の柔らかい鮎の特徴的な調理方法で、鱗や内臓を除去した後、骨や皮ごと薄く輪切りにしたもので、清涼感のある見栄えや、独特の歯ごたえを楽しむ。 酢やタデスなどで食することでも鮎の好期を味わうことができる。酢や塩につけ酢飯と合わせて発酵させるなれ寿司の鮎寿司や姿寿司、押し寿司、柿の葉寿司、笹寿司などを作る地方がある。JR 京都駅の名物駅弁ともなっている。鮎の蝶を塩辛にしたウルカは珍味として喜ばれる。ウルカを作るには腹に砂が入っていない夜間、朝トレの鮎が 良しとされる。煮物美は湖周辺などでは、稚魚のヒュウオのつく煮や、生魚の甘露にも、名物として、製造販売されている。しらすしらす漁においては、海で過ごしている鮎稚魚、稚魚が混格されることがある。しかし、この場合は独特の香りが、製品につくのでむしろ嫌われる。また、鮎の子稚魚は、茹でると黄色になる。鮎節乾燥させた鮎節は、 和食の出汁としても珍重される。また、鮎の干物から取った水出汁は極めて上品。根が設置された河川鮎の若縄刺し網、投げ網、産卵期に川を下る制御は根などで漁獲される。岐阜県の長良川などでは海魚を利用した魚介も知られる。友釣り鮎にターゲットを絞った漁法として、鮎が縄張りを持つ性質を利用した友釣りがある。 ケバリ釣り飼魚器から飼魚器の主要な餌は水生昆虫や水面落下昆虫であるためケバリやサビキ仕掛けで釣れることもある。ただし水産資源保護の観点から11月5月は禁漁である。また解禁された後も漁業権が設定された河川では入漁量を支払う必要がある。鮎は高級食材とされており内水面で養殖される魚種としてはウナギに次ぐ。 生産校を誇る。養殖は、食用とするための制御の養殖と、遊魚目的の放流用種苗稚魚の養殖とが、日本各地で行われ、稚魚養殖し、天然河川に放流した個体を、反天然と呼ぶこともある。一部では、完全養殖も行われる。この際には、種として、天然の稚魚を3月から4月に捕獲種淡水で育成する方法が採用される。 実際、川口付近の川で採捕した河川産地アユ、川口付近の海洋海遊中に採捕した海産地アユ、湖や湖に注ぐ河口で採捕した古産地アユが、種苗として供給されている。完全養殖の場合、一次海水中で飼育することも、あり、餌は、塩水ツボワムシなどのワムシ類、アルテミア養成、ミジンコなどが使用される。 アユの養殖の始まりは諸説ある。養殖の実験は石川千代松らにより1904年より琵琶湖で行われたのが最初とされている。1960年代になると遊魚種苗の育成が盛んに行われるようになる。当初は琵琶湖産アユが養殖種苗として利用されていたが、海産の稚魚の利用も1929年中野総治の研究により開始された。 なお、養殖アユの生産量は、最盛期の1988年には13,600トン、余りあったが、2001年に8,100トン、2005年には5,800トン、程度まで減少した。21世紀初頭には、流水地での養殖地を行い死亡分を減少させる、ことや、配合飼料に、卵巣、緑茶抽出物を添加することで、 動物質飼料由来の香りを抑制するなど、養殖方法にも工夫が加えられ、養殖物の食味を天然物に近づける努力もなされている。さらに、伝承飼育により性的成熟を遅らせ、越年鮎として販売される場合もある。鮎についての漁業権のある河川では、毎年4から5月頃漁協により、10、15センチメートル程度のサイズの稚魚の放流が行われる。 鮎の養殖時の飼育適温は15摂氏25度であり、養殖用のイケスは長方形、円形など様々な形状のものが利用される。餌は、かつては、コのさなぎ小松や魚の練り餌が使用されたが、現在では、巨粉や魚すり身を主成分とした、固形配合飼料が与えられる。鮎は短期間に成長させる必要がある。このため、 常に放食量に近い量が給食される結果、残った餌により養殖地の水質が悪化し、感染症が発生しやすくなるという問題が生じやすい。また密度管理も重要である。これは感染症対策を取る必要があるばかりでなく、生育密度が高いと共食いが発生しやすいためでもある。天然物と養殖物の,の違いとしては主に以下のようなものがある。 フルーツ魚の鮎のブランド名としてアジアユがある。主な生産地は、滋賀県、徳島県、和歌山県、愛知県、静岡県。養殖において感染症が問題となる。例えば、グルゲア症が発生した場合、治療法がなく、発病群の全個体を処分し池及び、関連機材を消毒しなければならない。前述のように、当初は、ビワコ産ユが、 養殖種苗として利用されていたが、海産の稚魚の利用もされているが、外部からの新規個体が導入されない環境で、境内飼育されることが多く養殖場の環境に適応した個体のみが残ることとなり、飼育しやすい反面、単一の形質を持つ遺伝的な多様性に欠ける集団となる。その結果、環境ストレスに対する耐性を低下させるとともに、 経内人工種苗が新魚となった自然界での再生産のサイクルが良好に機能しない原因となっている可能性が指摘されている。しかし遺伝的多様性を維持するために養殖メスと野生オスを交配させ次世代の種苗とすることで遺伝的多様性の維持を図ることが可能である。流域下水道の整備による水質浄化、かつて生息していた河川の清掃、 直線化した河川構造の改造、産乱床の整備などを通した天然アユ復活の試みは日本国内各地。例えば、神戸市名ック津賀川はかつてゴミとヘドロで埋め尽くされたドブ川だった。津賀川を守ろう会が1976年より戦前のように魚取りなどができるようにと活動を続けゴミを引き上げたり、 車に拡声器を積み川を汚さないようにと訴えてきた。陳情を受けた兵庫県も、漁道の整備、産卵用の砂を敷き、川を蛇行させて、流れを緩やかにした。その結果、毎年2000匹ほどが遡上し、産卵も行われるようになった。鮎は、ミカの季語。鮎の子、若鮎は、晩春の季語。和菓子の一種に、鮎を形取って、 小麦粉を焼いて作った皮で牛皮を挟んだものがあり、あゆ、または、若あゆと呼ばれる。ありがとうございます。